西宮にかかってる橋の数って知ってる？え？そんなん知らんの？じゃあ、面白い橋のことも教えたるな。こんにちは、西宮通信の西須鳥です。本日10月23日は、みたらし通り沿い森の下橋の架け替え工事が始まったみたいと、本日の西宮のニュースもお伝えしていきたいと思います。そして番組の最後に、まだ未公開の西宮の情報も先取りしてお知らせしますので、最後までご覧ください。このチャンネルでは西宮で新しくオープンするお店や西宮の話題など、テレビや新聞ではやらない西宮の超ローカル情報を毎日アップしています。チャンネル登録がまだの方は登録しておくことをおすすめします。それでは今日の西宮やっていきましょうか。みたらし通り沿い森の下橋の架け替え工事が始まったみたい。地図ではここ。住所的には兵庫県西宮市大社町あたりです。こっちに行くと紅葉園方面です。反対方向は関西スーパー大社店があり、ずっと行くと171号線に出ます。まさに今見えてる橋が森の下橋です。新しくできる橋は西側にできるようです。今回の工事の関係でトイレとか公園なくなってます。完成まで約4年かかるということです。結構かかんな。ということで西宮には川がいっぱいあります。だから橋もいっぱいあります。全部で320箇所とか？めっちゃ多いでしょ？こんだけ橋があるんやから変な橋もあるやろうってことで、優秀な西津メンバーが過去にいっぱい面白い西宮の橋を取り上げてます。ということで今日は西宮の、あ、また私の見えへん、動きます。西宮の面白い橋をまとめてみました。で、私ここでいい？ちょっとこっちまで行こうか。はい、ギリギリまで、生首みたい。ではでは、サクッと紹介していきましょう。反対側から歩いてくる人とコミュニケーションを取らないとあかん橋。七瀬の向こう側にかかる橋。ここ、橋の入り口。あ、どうも。狭すぎる。宿川橋は4つある。宿川橋、その1、43号線のとこ、橋に見えへんな。でもこっから見ると橋。宿川橋その2、その3、阪神高路園駅の南。こっちがその2？こっちがこの3？どっちがどっちや？でも2個あるの。なんで2本？で、この空気弁って書いてるの、これちょっと気になるんやけど。宿川橋その4。これどこかわかる？え？どこ？ってならへん？あー、ここかーってなった？2号線とこ。ロマンティックな橋。臨港線沿い。山田電機の横あたり。普通に錆びれた小さい橋に見えるやんな。幸せ橋。鬼滅っぽい橋。阪急西宮北口駅の北東側に、高木八幡通りと車庫北線の間にある細い道。1の橋、水面切り。2の橋、水車。3の橋、流流舞。4の橋って見たけど、これ4の橋かな。内潮。5の橋、寒天の自由。6の橋、ねじれ渦。7の橋じゃないかな、7の橋かな。雫波紋月。11までお願いします。トンネルに囲まれた秘境気分が味わえる橋。 JR 福知山線廃線式ラジオとか生瀬から歩いていける。探検初心者は最初に行くべし。懐中電灯持ってってよ。手前が西宮市で奥が宝塚市。秘境と市境が一遍に。人の名前がついてる橋。丸中が見える橋です。この前のとこじゃなくて、これ橋の上から撮影してます。西長五郎さんの橋です。で、隣の橋は東長五郎。ちょっと東見えにくいけど、東って書いてんね。なんか、明治維新より前に、ここに橋がかかってたみたい。多分、江戸の誰かやな。お、から始まる橋。楠川駅近く。見た目は普通の橋やな。でも、おかみ橋。漢字だと、おかみ橋？おかみ橋？なんでを？宝くじ購入前に行く橋。正面に兵庫栄養調理製菓専門学校があります。
幸運橋。オレンジのポールが75本刺さってる橋。モンド薬人駅近くの歩道橋。この歩道橋に立ってる場所にポールがいっぱい刺さってます。なんか罰ゲームかな？初見の人には読めない橋。中央体育館近く171号線の交差点です。読めない人は200個じゃない。これに騙されてる人多数。でも御手洗川橋なんよ。3歳男児が興奮する橋。山口町下山口の山口ホール近く。ぐるぐるー、完全に一致。ごめんって言わないと了解が出る橋。軍勢スポーツ前にかかる橋。後ろケーズ電気作ってます。渡る時にごめんごめんって言わないとこれが出るらしい。出たらニュースになるな。以上、西宮の面白い橋、いかがだったでしょうか。小ネタとして誰かに教えてあげてもいいし、橋巡りしてきてもいいからな。続いていきます。今津駅近くにできるサラン・ザ・ウエスタンは11月初旬にオープンするみたい。地図ではここ今津駅の北側です。以前阪急今津駅近くにサロン・ザ・ウエスタンというハンバーガーやホットドッグのお店ができるって紹介したところです。この名前でググるとウィキペディアでウエスタンサルーンって書いてありまして、開拓時代のアメリカ西部に特有のバーってありました。バックトゥーザフィーチャーみたいなあれかな。続いていきます。小曽根線沿い里中町にコインランドリーピエロができるみたい。座右の面があったところ、いずれはここ岡弁がこの辺かな。以前のお店の外観はこんな感じ。ちなみに以前あった座右の面は大富そばさんの跡地に移転しています。本日は以上。本日はみたらし通り沿い森の下橋の架け替え工事が始まったお話を中心に西宮のニュースをお伝えしてきました。今回の西宮のローカルネタが面白い、役立つ、よかったって思った方は高評価ボタンを押していただければ嬉しいです。このチャンネルでは西宮で新しくオープンするお店や西宮の話題など、テレビや新聞ではやらない西宮の超ローカル情報を毎日アップしています。今日初めて聞いたわって方は過去に配信した動画も見てもらうと、家族や友達に西宮のことを教えることできるんで、西宮に詳しい人になりたい方はチャンネル登録がおすすめです。チャンネル登録がおすすめなんです。それでは未公開ネタいきますね。明日の西宮通信は、仁和は阪急オアシス跡のダイソーは10月29日オープンなどをお伝えします。来週ここにはインスタ映えスポットに並ん。バイバーイ。